今を生きろ。もう芸術から足を洗って真面目に仕事しない？どう？ヨーロッパで最高の芸術家なのに。じゃあ家賃が払えないのはどうしてかな？それは作品が売れてないからだね。いつになったら売れるのかしら。その前に作品を作らないと。うい、その前にひらめきが必要ね。立ち退いてもらおうか。そんな、どこへ行けって？地獄はどうだい？さあ、さっさとこっから出て行ってくれ。アパルトマンなんか必要ないさ。ええ、だって私たちは芸術家。僕らは決してくじけたりしない。そうだ。我らはアーティスト、ドゥドゥリドゥアーティスト、絵を描き、書を描き、我らはクリエイティブ、カフェで飲むのさカプチーノ、席では交わす哲学を、ついでに食べるクロワッサン、こいつができればアーティスト。我らはアーティスト、神も祝福さ。カット、プリントして。いつも言ってるけどビデオはプリントしないよ。そうだっけ？じゃあただのカット、またも完璧な出来だ。でも今さ、音楽が終わる前にカットって言っちゃったよ。カットって声が映画に残っちゃう。つまり完璧じゃないわね。全然完璧じゃない。ダメだね。あ、どうしたの？ねえ、家出してみない？え？ああ、行くんだ、ヨーロッパへ。出て行くんだよ、外の世界へ。でも仕事は簡単に休めない。ねえジェイソン、たまには賛成してくれない？オッケー。いい？家出してヨーロッパに行ってさ、それで一日中芸術して過ごすんだよ。あと店でパイを盗んだり、高級なパーティーに潜り込んだりして、金持ちのおばあさんに寄付してもらう。それっていい感じね。ヨーロッパに行くには若すぎない？どこにだって子供はいるよ。ほんと？赤い風船見たことない？うん。いや、千一匹ワンちゃんなら見たよ。このままじゃ僕らは認められないだろ？そうよね。誰になら受けると思う？ヨーロッパ人なら分かってくれるよ、きっと。もしかして人気者になれるかな？ヨーロッパの方がよりアバンギャルドを好むしね。その通り。アバンギャルドこそ僕らさ。ほんとそうよね。僕らの映画はエッジが効いてるし。その通り。あっちはカッテージチーズあるかな？もちろん。あれがないと朝食って気がしなくて。僕らなら絶対できる。じゃなきゃ怒るよ。たく、この車何なんだ？さっきガソリン入れたばっかりだろうが。何ジロジロ見てんだ？何だよこのボンバス、動けって。この腐れ。コーヒーケーキ。ああ、頼まれてるんだ、コーヒーケーキを配れって。毎日うるさくて、ね、悪いがもうちょっと下がってくれないか。ああ、構わないよ。よし、うちの社員が最近ケーキ作りに凝ってですね。そうか、じゃあいただいてもいい。おいガス、今日のケーキうまいぞ。でいくらで直せる？そうね、1100ドル。1100ドル、高いよね。高すぎる。でもね、後部アクセルの作動装置はダメだし、キャブレーターもイカれてる。それにパワーコンバーターは取り替えないとね。わかった、じゃあそれでいい。とにかく早速直しといてくれ。こっちもなんとか金を集めないとな。え、いいから直してろ、すぐに戻る。なんでバスに乗ってんの？車が壊れたんだ。マジで？本当最低だよ、ブランドン。みたいね。お前はなんでそう落ち込んでるんだ？は？寂しそうに一人で座ってる。いや、別に。一人ぼっちなのか？まあ、たまにだけどね。友達もいない負け犬ってわけか。ありがちな光景だ。ちょっとそれと一緒にしないでよ。そういうガキはよくいじめたもんだ。僕は別に。負け犬が。いや、僕はそれ系の子供じゃないよ。それはあの子とかでしょ。ほら、見て。そうそう。仲良くしてやったらどうだ？あのね、じゃなくて一人で考え事をしてただけなの。大きな決断を下してるとこさ。なるほどな。でなんだ？家出するんだ。なんだって？つまりね、家出してヨーロッパに行こうと思って。家を出てくってのか？うん。今すぐ？すぐじゃないよ。でもまあ近いうちにね。まだ色々と準備とかあるしさ。結構なことじゃないか。マジで？このバスはボロすぎる。最低だ。乗客もみんな落ち込んでる。落ち込んでるのは学校に行くところだからさ、帰りのバスに乗れば全然違って見える。バスのクラクションはビー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 、バスのクラクションは一緒にビービービー。そう、これがクラクション。バスのギアの音はララ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 ラ。バスのギアの音はラララ。これがギアの音。バス。あ、着いた。
じゃあ後でな。なんでみんなここに集められてるの？そうね、なんか全員帰宅させるらしいよ。教室がチュパカプラに襲われたんだってさ。教室にチュパカプラが来たの？そうだよ。チュパカプラって何？鳥の餌かな。いいですか皆さん、静かにして。今日は社会学習の日ということで、特別に素晴らしい講師の方にいらしていただきました。お名前はトム・ウィルソンバーグさん。トムさんは作家です。彼の書いたベストセラー、次世代の社会を生き抜くためにのテーマは子供の社会進出です。それではトム・ウィルソンバーグさんをお呼びしましょう。盛大な拍手をどうぞ。やあみんな、どうもありがとう。盛大な拍手をありがとう。講習の前に拍手は欠かせないからね。僕が今を生きろと言ったら毎日をって答えて。大きな声で。なぜなら今日の講習はウェブで全国40の学校に配信されてるからね。意気込みを見せてくれ。いいかい？今を生きろ。毎日だ。今を生きろ。毎日だ。君ならできる。毎日だ。君らは最高。毎日だ。さあもっと続けていくぞ。今を生きろ。今を生きろ。イエーイ。なんと最高だ。さてでは本題に入ろう。僕が来たのは秘密を教えるため。大きな秘密、つまり僕の哲学を伝えるためなんだ。その哲学とは金儲け。君もすぐ大金持ちになれる。おや、信じられないって。いやー、どこの誰だって関係ない。誰もがお金儲けできるんだ。やり方は簡単。ほんとさ、やってみたくないかい？イエーイ。僕の言う通りにすれば今すぐそこの君もお金持ち。おい、この騒ぎは何だ。もしかしてみんな興奮してるのかい？イエーイ。まずはこうしよう。既成概念を破って僕と働くんだ。もし金儲けのいいアイデアが浮かんだら何でも聞かせてくれ。特に簡単に稼げるような素晴らしいアイデアをね。難しいことは決して言わない。ただ儲けられればいいってだけさ。じゃあいくよ。今を生きろ。はい、いいよ。最高。僕転校しようかな。やっぱりここから出てかなきゃ。こんな世界をみんなは信じていけるの？だろ？だね。でもだからってどうすればいいのかな。はあ、体でお金稼ぐ。それでは若き社長候補たちの意見を聞かせてもらおうか。誰にするかな。そうだ、そこの君上がってきて。僕の名前はジェイソン。ブランドンとメリッサの3人で、チュパカプラの会社を経営しています。ああ、面白そうだ。それで一体どんな会社なのかな。すべて子供だけで経営してる会社です。コンセプトはいつでも僕らはみんなでチュパカプラ。僕らは最高。チュパカプラも最高で、ここで働くのも最高です。チュパカプラをもっと楽しもう。ふん。なるほど。でマーケットはどのあたりかな。子供向けに。いいね。で商品は何だい。チュパカプラです。なるほど。で売るのは誰。それはでもさっき言った。多分言ってない。だから僕とブランドンとメリッサで経営してる。オッケー、でもいいかな。がっかりしないでね。ブランドン。何。ちょっと来てくれる。ジェイソンが降りたらどう。オッケー。ちょっとパニックっちゃった。気にすることないよ。チャンスは平等だからね。それじゃあここにいるみんなに聞いてみようか。今のアイデアどう思う？ダメ。ちょっとちょっと、絶対儲かるって考え直した方がいい。話題のビジネスマンか。うん、頑張って。なるほど。それなら俺にもアドバイスしてくれないか。今すぐ1100ドル必要なんだよ。なんで？車が壊れちまったな。いつまでに必要なの？2、3日かな。それならいい方法がある。交渉会じゃ言わなかったが、手っ取り早く金を稼ぐ方法だ。ギャンブルさ。みんなには内緒だよ。おいおい、あんた金融のプロだよな。普通ギャンブルはないだろう。いやいや、僕は大好きだよ。もし一緒にやるなら連絡して、特別な技を披露してやるよ。スペードのエースか。イケてるね。でも俺が欲しいのは別のアドバイスなんだよ。ほら、株式とかいろいろあるだろ。株式なんてくだらんよ。ただの安全牌だ。すぐには稼げないし。それよりマジックマネーの話をしようじゃないか。あんたがラスベガスで札束の山に囲まれて騒いでる姿がもう目に浮かんでくるよ。まるで雨のように金を降らせてな。リムジン転がして豪遊してみたいだろ。それとも銀の飾りのついた大きなカウボーイハットをかぶるんでもいい。つまりギャンブルさ。はあ、なんだかお前が好きになりそうだ。ホモセクシャルな関係じゃなく、あくまでアドバイスに惚れてくれよ。いや、金儲けなんて簡単なもんさ。
ただ腰掛けてちょっとレバーを引いたりカードを裏返したりするだけでいい。最高だろ。これぞギャンブルマネーだ。オッケー、分かったよ。あんたと一緒にギャンブルに行こう。はあ。おい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 、手をかけるな、話してくれよ。うっかりね。分かった。よし、オッケー、決めてやる。ほらほら、君と僕の未来が目に浮かぶよ。1100ドルをがっぽりいただきだ。何で勝負するんだ。どれがいい。好きにしろ、任せて。これって一大決心よ、ブランドン。分かってる。一大決心だよ。いいかい、聞いて。子供は家出する、それが使命だから。いわゆる通貨儀礼ってやつさ。ヨーロッパで芸術家になるのが。そうさ、メリッサ、やるんだ。うん、やるんだよ。ああ、フォークナーやヘミングウェイみたいにね。だよね。そう、その通りだよね。ああ、なぜ家出するのかが私にはわからないの。素敵な家族やこの家を捨てられる、家出する理由なんてないでしょ。まあ確かにね、君の言う通りさ、家出することに特に理由はない。難しい問題だね。でもさ、親だって今でこそ親切にしてくれてるけど、これからいつどんな風に変わるかわからないんじゃないかな。誰しもね。だから自分で道を作らないと。親に敷かれたレールはごめんだ、カチャ。ちょっと今なんて言った。カチャって。ブランドンいるんでしょ。ブランドンいるんでしょ。電話が切れた。カチャかも。確かにカチャって言った。でもブランドンがカチャって言った後にさ、電話会社がカチャってしたのかもしれないよ。そういうのって割とよくある話。カチャ。メリサメリサメリサ。ママ、ママ、ママ。何。アイスクリーム食べてもいい。今食べたいんだ。買ってあるんでしょ。冷凍庫を見たのね。いや、メンズボーデンの大箱が入ってるの。好物でしょ。ああ、うん。ママと映画を見たのいつだっけ。すごく昔だよね。そういえばそうだったわね。週末にでも行く。はあ、うん。ママ、空手を習いたいんだ。どうしても習いたい。言っとくけど YMCA はやだよ。そう、少しは運動もしないとね。じゃあ良さそうなとこを探しとくわ。はいや。ねえねえ、リビングの壁を塗り替えるんだけど。何色に。そうねえ、紫はどう。ごめんよスモールさん、紫だけは受け入れられない。どこに行くの。ケルアックのように路上で暮らしてくつもりさ。はあ、いいけど晩ご飯には戻ってね。じゃあまたね。さあみんな行こうか。ねえちょっと、まだたった4時間しか経ってないのにつまんないわ。ほんと家出って予想以上に退屈だよね。どうするの。計画はある、任せてよ。大丈夫だから。隠さないで教えてよ。計画はあるよ。でも教えたらどうせ二人とも文句言うんだろ。どうすればいいのよ。計画を話す前にまず何があっても僕のせいにしないって約束してくれる。二人ともすぐ人のせいにするからさ。あとどうしよう、何やってんだ。家に帰った方がいいよ。よし帰ろう。ダメよ、もう帰れないわ。いやもう帰る、することないし。ねえブランドン、このままじゃママに怒られちゃう。仕方ないわよ、初めての家出だもの。ねえジェイソン。ジェイソン、どうかしたの。何か食べないとこのまま死んじゃうかも。ブランドン、私たちお金持ってないけど大丈夫。食事代お金の代わりにこれで払えない。とりあえず見てみる。君の番だミスターシークレットナンバー50。いい腕だなクールハンド。あれ、ああ早すぎるよ。メリッサ、なんで合図を待てないの。続けよう、君の番。もう彼女とはやってられないよ。せっかく役作りしたのに、メリッサのせいでめちゃくちゃだもん。私だっていっぱい練習したわよ。やめ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 だ。もう二度と君たちとは仕事をしないからな。さよなら。どうかな、面白かった。おっと、さあレッツギャンブルだ。あのな、あ、実は俺依存症の毛があるんで、ギャンブルやると止まらなくなるかもしれん。ギャンブルで勝つ秘訣を教えよう。なんだ。依存症にかかること。ああそうなのか、それは思いもしなかったな。緊張してるね。
なんか飲むか。おいおい、酔っ払っちまったら肝心のギャンブルに勝てないんじゃないか。今を生きろ、毎日を。さあレッツギャンブルだ。よし、たくさんあるわね。どれがヨーロッパ行きかしら。あれだあれだよ。ちょっと考えたんだけどいいかな、うん、箱を運んでる男がいるでしょ、うん、あの箱の中に隠れてあいつに運ばせるんだよ。あらまあびっくり、気がつけばヨーロッパ。でもあの箱隠れるのには小さすぎない？そうかな。ええ、ああすごく小さいよ。そう、うん、そうかな。じゃあいい、別の方法だけど、まずあいつを殴る。それで海に投げ捨てるんだ。それで僕たちは刑務所に。それで今のはなかったことにして、次は私の番ね。すみません、船に乗ってもいい？いやいやいや、どうぞ。よし、やったぜ。やった、銃が来たぞ。手持ちのカードはクイーンだからヒットだ。バーストです。まあいい、でも二度とやるなよ。20でステイしとかなきゃ金を吸っちまうんだからな。よしよしよし。でもまだエースが残ってたんだよ。カードを数えてたから分かるんだよ。数えるなんて無理なことするなよ。もう一回勝負だ。表のカードは3。手持ちは何だ？10だ。ヒットしろ。ヒットだ。これで4です。ヒットだ。5になりました。おい、これは驚きだ。さらにヒットだ。表は6。さらにヒット。いや待てって。バーストです。なんで早く言わないんだよ。もうすっからかんだ。やめよう。ちくしょうめ。いいアドバイスをどうもな。16でステイしなきゃ。トイレに行くから続けといてくれ。17まで来たらヒットするなよ。わかったわかったわかったよ。貨物船での暮らしは辛いぞ。特に密航者にはね、食べ物も眠る場所もない上にネズミや吸血鬼がはびこって。ブランドン。何？解決病だよ。ああ、これは人生で最大の試練になる。でもやり遂げればヨーロッパだ。よし行こう、ここ空いてる。貨物船っぽくないわね。ああ本当だね。これってどこに隠れればいいのかな。わかんないよ。シャンパンは？どうも。どうも。表のカードは10。ヒットしますか？どう思う？今10で、手持ちも10だ。ヒットが。セーフ！ヒットだ！21！ 21！ ざまみやがれてんだ！俺の勝ちだ！やったぜ！コーチ？ブランドン、ここで何してる？家出だよ。その話したでしょ。ヨーロッパに行くんだ。カジノボートでか？さあね。これヨーロッパ行きなのか？多分ね。明日の仕事どうするんだ？まあ今忘れよ。月を逃がすからな。よし、チップをやろう。いいの？スロットでもやってきたらいい。ありがとう。頑張って増やしてこい。分かった。勝ったら俺によこすんだぞ。いいよ。あとウェットレスを見かけたら呼んでくれ。ジェイソン、あなた無駄に使いすぎよ。そうだよ、コーチは僕にくれたんだし、まず僕にやらせてくれなきゃ。そうよ。このクソ野郎、集中してんだから邪魔すんな。ジェイソン、きっと君ついてないんだってば。聞こえなかったか？集中だ。今度こそきっとうまくいくから。ダメよジェイソン、あなたといい話。うまくいく。私がやる。黙ってろ。僕らの番だ。ブランドン、僕のスロットに触るんじゃない。いいか、触ったら君の悪運で台無しになっちゃうだろ。じゃあこっちのスロットは。そっちにも触るなよ。じゃあこれ。それにもダメ。こっちのやつは。それ僕の。一体いくつ使ってるのよ。5、6台かな。君絶対ギャンブルに向いてないよ。そんなことないよ。運も悪いし、僕とスロットは家族なの。これがママで、これがパパ、ペドロおじさんに、妹のルイーザでしょ。あとはお抱えの庭師のテックス。シャンパン飲みすぎたんじゃないの？そうかもね。さあ来い、来るんだ。当ててやる、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 当ててやる。ディーライがバースト。やったぞ。マグワイア、あれすごい。一体どうしたんだ？あんたがいなくなった途端についてきたみたいでな。ずっと勝ち続けてるのか？ああ、勝ちまくりさ、完璧だ。誰も俺を止められない。おいおい、勝ってるうちにやめよう。今のはさっさばの山に囲まれて。今やめるバカがどこにいるんだ。勝ってるのにやめるだと？うせやがれ。だけどこのまま調子に乗ってると僕ら全て失うぞ。おい、今なんて言った？僕らだ、俺のだ。でもこれ全部俺の金だ。そんな、待ってよ、僕のお金だ。僕のお金？俺のだ。ああ、分かった。よし、じゃあちょっとだけ席を外そう。チップを持って。ダメだ、勝ってるんだぞ。ここに残る。今を生きろ。は？僕が来てと言ったら来るの。無理だ。来て。来て。行かないぞ。ほら、行くもんか。くれよ。ダメだ。ほら、絶対やらんぞ。俺が買ったんだ、俺の金だ。で、一体いくら買ったんだ？さあな、3000ドルくらいか、もうちょっと。でも元手は僕のお金だよね。だからこれは俺のだ。でも俺だ。僕の。俺、いや僕のお金。俺の金。僕の。俺だ。僕の。
買ったな。俺が稼いだの。分かった。いくら預かった？100ドルか。ちょっと待ってよ。ほら100ドル。待てって。それでチャラだ。ねえ、あとは俺のだ。でもさ、もっと僕にくれてもいいんじゃ。行かれてるな。行かれてない。行かれてるよ。いいや。じゃあ何なんだ。ほら見ろ。やっぱり壊れちまってるぞ。あー、なんか気分悪い。私もよ、船酔いかしら。ねえ、ショーやってるってさ、見に行ってみない？あー、もう最低だよ。私も本当に吐いちゃうかも。あー、じゃあ行くね。デッキで喧嘩が始まったぞ。あー、コーチだ。僕に今を生きろって言うな。今を生きろ。そっちこそ行くぞ。お前が生きろ。僕が言えばみんなが今を生きるんだ。俺は言われても今を生きんよ。俺は十分だからお前が生きろ。お金よ。あーやー、座るな。くれ、離せ。くれよ。俺のだ。くれないと神風吹かす。絶対やらない。じゃあ吹かす。何やってんだ。だから神風だよ。なんだそれは。無業は。そんな、まさか嘘だろ。今を生きろ。二人とも死ななくてよかったな。ああそうだな、コーヒーがうまいよ。一応報告書書くから説明してくれ。喧嘩してたんだっけ。いや、そんな、まさか喧嘩だなんて全くしてませんよ。じゃあ二人とも相手を告発しないね。ああ、いや、でもね、壊れやすい手すりと滑りやすい床の件でこのダイヤモンドカジノクルーズを告発させてもらうよ。分かった分かった、報告書は他のやつに書いてもらうよ。この訴訟は絶対勝てるぜ。こいつでボロ儲けさせてもらうとしようか。よーし、やっぱり僕は凄腕のビジネスマンだ。どっちかっていうとマッドマンだろう。マッドビジネスマンだな。はあ、家出は失敗だね。迷惑かけちゃったよ。ごめん。いいのよ、ブランドン。だってあなたも楽しそうにしてたし。ブランドンの楽しみのためにヨーロッパに行くつもりだったの？見る目がなかったわ。ブランドン、さっき俺が分けてやったチップはどうなったんだ？ジェイソンに聞いて。ね、すべてパー。ってことさ、いくら分だったの？100ドルかな。そんなに？でもまあ、海に投げ捨てるよりは良かったんじゃないの？黙れ、メリッサ。ジェイソン、100ドル返してくれ。必要なんだ。家では楽しかった？全然、ちっとも面白くなかった。電気が乾くまでリビングに行かないでね。何これ、最低だよ。マジで紫にしちゃったの？